ミシェル・ミゲル・エリアス・テメルルリアは、ブラジルの政治家、法律家、作家であり、同国の第37代大統領を2016年8月31日から2018年12月31日まで、務めた。前大統領ジルマ・ルセフの弾劾裁判及び罷免を受けて、2011年より副大統領であった、彼が就任した。ルセフが弾劾裁判で、 職務停止になった2016年5月12日から、テメルは大統領代行を務めていた。75歳での就任は、同国最年長の大統領である。ルセフ大統領を解任する2016年8月31日の上院評決で、彼女の後をテメルが継ぐことになり、彼女の残り人気2年を務め上げた。就任最初のスピーチで、テメルは、 国民救済政府を提唱して、ブラジル国民の信頼を求めた。彼はまた年金制度と労働法を全面的に見直し、公共支出を抑制する意向を示した。2017年の世論調査では、テメル政権支持が7%に止まり、回答者の76%が、テメル辞任を支持していることが示された。辞任を求める声が大きいもかかわらず、テメルは辞任を拒否した。 2018年の選挙で、デメルは大統領に立候補せず2018年12月31日で退任。翌2019年1月1日に、ブラジル大統領は、ジャイル・ボルソナールへと引き継がれた。その後2019年3月21日、デメルは、オペレーションカーウォッシュの調査中に逮捕された。3月25日、デメルの代理として高訴審裁判官により、 人身保護令状が発行された。サンパウロ州ティエテに生まれたテメルは、1925年に、ブラジルに来たマロン天インカトリック教会の、レバノン移民のホールミゲルエリアステメルルリアと、マーチバーバルルリアの息子である。彼の両親は、第一次世界大戦による飢餓や、正常不安から逃れるため、レバノン北部の小さな村からブラジルに移住した。テメルは8人兄弟の末っ子にあたる。 テメルはアラビア語が堪能ではないものの、アラビア語での会話内容を把握することはできる。テメルは幼少期にピアニストになることを夢見ていたが、彼の街にはピアノ講師がいなかった。ティーンエイジャーの頃に彼は作家を志望した。高校1年生の時に科学と物理学の授業についていけず、彼は理数系の学者コースを諦めた。 1957年、彼はサンパウロに引っ越すと人文学と語学が主要構成の文系学者コースで高校を卒業した。1959年に彼はサンパウロ大学法学科に入学し、1963年に卒業した。入学初年度に同校の学生自治会の会計係になったことで、彼は政治と関わるようになった。 1962年にテメルは自治会長に立候補したが82票で敗れた。テメルは1964年にクーデターが起こるまで中立を保っていた。軍事独裁政権の始まりで彼は政治から離れた。1974年彼はサンパウロカトリック大学で広報の博士号を収めた。司法功労賞を受け取ったてメル1968年。 テメルは、プック SP で憲法を教えるようになり、そこでは民法を教えた他大学院部門及び、ブラジル憲法研究所の所長であり、イベロアメリカ憲法研究所のメンバーでもあった。テメルは憲法に関して、主な著作を4冊出版している。最も有名な彼の著書は1982年に、出版された、エレメンツ・オブ・コンスティチューショナル・ローで、24万部以上を売り上げた。 この本は、ブラジルの国家組織、特に権力分立に焦点を当てている。2006年の著書、デモクラシーシチズンシップは、法律の妥当性やを強調し、連邦議会会員時代の彼の一部発言が収められている。著作にて彼は、銀内閣制と政治的リコール方式の支持者であることを示した。一方、経済的介入主義や増税には反対した。ところで、 彼が自分を作家だとみなしていたのは2013年の詩集アノニマス・インティマシーを出版した時だけである。これには120の詩が収められており、その多くはサンパウロとブラジリア間の飛行機移動中にナプキンに書かれたものである。詩を書くことが立法政治という不毛な活動場所から自我を取り戻す、手助けになったとテメルは語っている。 立法権における彼の影響力を示す立法功労省をかけたミシェル・テメル1987年以降、テメルは会員で6連続任期を務め2年間の会員議長を3度に渡って務めた。テメルはまた現在のブラジル憲法を交付した1988年の憲法制定議会メンバーでもある。彼はブラジルで最大の 政党ブラジル民衆運動党の党首になったほか、2010年の大統領選挙で副大統領候補となり、ルセフの勝利及び大統領就任に伴い同国の副大統領に就任した、ブラジリアのイタマラチグーで握手するてメルト・ジョー・バイデン。2013年10月11日2016年、彼は1997年から2001年にかけて、 国営石油会社ペトロブラスを通したエタノール取引でロビーストに賄賂を渡していると告訴された。彼はまたペトロブラスと協力する建設会社カマルゴコレアから150万ドル以上の資金を受け取ったことでも調査された。同建設会社の会計記録にはテメルの名前が21回記載されている。彼の名前の横にある数字は合計で34万5000ドルに、 なり、これを、検察局は賄賂だと提訴し、テメルは、合法な政治活動の献金だと主張した。この請求は裁判所により棄却され、テメルは、一切の不正行為を否定した。またテメルは、同年に不正選挙でも告訴されており、2014年に、違法な政治活動の献金290万ドルを要求したとされている。調査の一部は、 2014年の選挙活動資金に賄賂が提供されたのか否かに関するものだが、テメルはこれも否定している。2017年に、ブラジルの連邦警察は、大統領が事業を支援するために賄賂を受け取った、証拠を捜査官が発見したと述べた。捜査官らにより作成された公開ビデオでは、テメルの元補佐官、ロドリゴロ・ハロウルスが、JBSSA 社から大統領に送られたとされる。 現金約15万ドルが詰まったスーツケースを運んでいる様子が映っている。2018年、ブラジル最高裁の裁判官は、ブラジル民主党が建設会社をオデブレヒトから受け取ったとされる、違法資金370万ドルの調査にテメルを含めるよう命じた。2015年と2016年、ジルマルセフの弾劾裁判が進展するにつれて、テメルは論争に巻き込まれた。 2015年12月、テメルは政府決定からの距離に不平を言う書簡を大統領に送った。その書簡はラテン語のバーバボラント、スクリプタマナントで始まっている。テメルは大統領に対する様々な苦言に関するこの連絡を個人的な共鳴だと説明した。彼が言うには2015年に唯一受け入れた役割となる議会との対話で、 あなたの政府を支援するよう幾度も要請しているにも、かかわらず、ルセフは自分をまるで積極的でない飾り物の副大統領のように見せていたとのことだった。副大統領をてめると妻マルセラが見守る中、就任演説を行う大統領ジルマルセフ。2011年1月1日この書簡は、ブラジルのソーシャルメディアにて副大統領をクリスマスの装飾として、 描いたり、ラテン語使用を茶化かす画像などと共に揶揄された。大統領官邸はその画像には即座にコメントしなかったが、ルセフは自分の政権に対する裏切り者として彼を非難した。2016年4月、テメルの音声ファイルがメディアに流出した。その中で、テメルは弾劾手続きがすでに終わって自分が新大統領であるかのように語っている。 5月23日に、ホーラージ・サンパウロ氏で、初公開された録音で、テメルは、間違った期待を抱かせるつもりはない、政権交代が3、4ヶ月で全てを解決するとは、思わないでくれた前と発言していた。選挙により選ばれた大統領に対して、陰謀を企てる、副大統領からの裏切り及び支援決定書などの、苦情と告発を生むことになる、この流出は、 大統領の弾劾請求を支持するか否かを投票する特別会員委員会が予定されているわずか数時間前に起こった。テメルはそれが議会の党代表たちのワッツアップグループに誤送信されたものだと主張した。記者会見でのエドアルドクーニャと PMDB 党員のレナン・カルヘロス。2015年5月21日オペレーションカー。 ボッシュに続き複数の調査が進行するにつれ、ブラジル民衆運動等の党員に対する疑惑が生じるようになった。2015年12月、デメルに対する弾劾裁判が提起されたが、彼の党員仲間であるエドアルド・クーニャ下院議長が、この運動を妨害し、代わりに、ルセフ大統領に対する弾劾裁判を許可した。連邦最高裁判所の裁判官は、 クーニャの行動に問題があると裁定し、テメルが弾劾裁判を受けるよう指示した。テメルを弾劾する、もう一つの試みは2016年4月6日に、先のクーニャ会員議長によって決定されたもので、弁護士より提案された、犯罪責任の終了分析委員会を設立するに至った。弾劾に向けた他4件の請願がクーニャに提出された。 テメル公継の大統領職第三位の席にいるクーニャはカーウォッシュ作戦で判明したマネーロンダリングの告発究明を受けることとなった。2016年5月5日、クーニャは下院議員を脅迫しようとしたことや収賄容疑の捜査を妨害したとの要件でブラジル最高裁から下院議長を停職された。2016年5月17日、 マルコア・ウレリオ・メロ裁判官は最高裁本会議の議題に入るためこの弾劾請求を許可した。副大統領のテメルが大統領代行としてプラナルトグで最初の閣議を開いたところ、2016年5月13日テメルが2016年リオデジャネイロオリンピックの開会式に出席した時の様子2016年5月12日、連邦上院は、 ルセフの弾劾容認を表決した。ブラジル憲法にて、ルセフの権限が停止されて、テメルが大統領代行に就任した。一方で、テメルには自身への弾劾裁判を開始する連邦最高裁判所の決定も待ち受けていた。大統領代行の初日、テメル副大統領は新内閣を組閣して、閣僚の数を31から22に減らした。女性の権利及び、 アフリカ系ブラジル人の人権活動家は1979年以降で初めて大臣全員の任命が白人であるという事実を批判した。2016年6月2日、テメルは選挙法違反で有罪判決を受けたことで8年間の公職、立候補禁止に処せられた。このことは2018年の選挙でテメルが 大統領に再選される可能性を事実上を終わらせるものだった。言い換えるなら彼はすでに2018年に立候補するには不適格になったのである。同国憲法下では大統領が諸外国を歴訪する際は常に副大統領が大統領代行になる。任期制限に関する同国憲法規定によると 副大統領が何らかの理由で大統領代行を務める場合は2期連続に制限がある。2016年8月5日、彼は大統領代行として2016年リオデジャネイロオリンピックの開会を行った。ミシェルティメルが国会にて就任期間に大統領就任の宣誓を行っているところ、2016年8月31日、中国杭州市にて並んだ。 ブリックス首脳陣左から、テメル、モディ、シュウ、プーチン、ズーマ。2016年9月3日、2016年8月31日、上院がルセフの悲鳴を表決したことで彼女は自動失職となり、テメルが正式に第37代大統領に就任した。彼はルセフの残り任期を務め、2019年1月1日で職務を終えることとなる。 副大統領の職位は空席となり、下院議長が彼の任期における憲法上の第一代正人として行動した。2016年9月7日、彼は観客からの猛烈なブーイングの中、リオデジャネイロパラリンピックを開会した。2016年10月、ブラジル憲法は議員たちによって修正され、インフレだけを調整する、要公共支出を抑制した。この措置には、 ブラジル中産階級の間で賞賛と批判の双方が起こった。2016年11月、テメル内閣の元文化大臣、マルセロ・カレーロが辞任し、遺産保護措置の件で、テメルが自分に圧力をかけてきたと語った。ビエーラ・リマは、同年11月25日に辞任し、野党指導者はこの事件のことで、テメル大統領の弾劾を求めると語った。テメルは、 汚職の権威を否定したが、その事業について、カレーロと話したことは認めた。2016年12月、マルセロン・オデブレヒトが、テメル大統領に賄賂を払ったと公言した。2017年3月、テメルは、再び副大統領皇帝に移ることを決めた。彼は、大統領皇帝に建築上の変更を加えたことで、ブラジル歴史遺産協会と最近問題を抱えていた。 ブラジルのニュース雑誌、ベイザでのインタビューにて、彼は広々とした間取りでは眠れないと語り、幽霊の可能性について問うほどだった。2017年4月28日、労働組合がテメル政権で提案された年金労働改革に反対するゼネラルストライキを呼びかけたが、特に人口の大部分の関心欠如のため多くの点で失敗した。 様々な公共サービスの停止があった州都と主要都市を除けば、ほとんどの場所でストライキは更新に制限されたり、単に何も起こらなかった。同政府は2017年夏をもって、大衆向け薬局の廃止を発表した。2018年2月16日、テメルはリオデジャネイロの組織犯罪要素に取り組むことを目的とした法律に署名し、警備の全制御を軍に移管した。 報道によると軍が2019年1月1日まで治安を維持する予定である。その翌日、テメルは近い将来に公安省を設立することを提案した。ブラジル地理統計学研究所のデータによると、2017年に極度の貧困が11%増加し、不平等も再び増加した。 同調査によると、政府が決定したボルサファミリアの受益者数減少が主な原因である。2017年5月17日、主要全国紙オグロボによって漏洩された秘密の録音テープで大統領が国内最大手の食肉加工会社 JBS を経営するジョーズリー・バティスタと金銭支払いを議論していることが明らかとなり、 再び彼を弾劾しようとする話が持ち上がった。2017年5月24日、数万人規模の大規模なデモが発生するなど、市民からも大統領辞任を求める声が高まった。モスクワのボリショイ劇場で、ウラジーミル・プーチン大統領と同席するテメル。2017年6月20日その抗議に圧倒され、テメルは首都に連邦軍を派遣した。 抗議中に撮影された多くの写真と証言は、警官がデモ行進中に、同参加者を銃撃しているなど、警察の応募を示すものとなった。テメル大統領の辞任拒否は彼をますます不人気にし、政治的硬着状態だけでなく、不透明感も生み出してしまい、国を危機に陥れて、ブラジル史上最悪とされる不況を増幅させた。2017年6月9日、 ブラジルの高等選挙裁判所は4対3の表決で2014年選挙中の違法な政治活動資金の基礎上についてテメルトル政府に無罪判決を言い渡しそのため彼は在職可能となったオデブレヒトの元副社長マルシオ・ファリアダ・シルバは当面取引の一部として寄せられた証言でテメルが会議で彼が所属するブラジル民衆運動党に4000万ドルの 支払いを手配するよう自分に要請してきたと語った。ファリアは自分が法律事務所でテメルと会談しており、会議長エドアルド・クーニャと同議員エンリケ・エドアルド・アルベスも同席していたと発言した。この支払いはオデーブレヒトが国営石油会社ペトロブラスと求めていた契約の手数料5%に相当するとファリアは語った。 最高裁判所裁判官はこれらの証言を公表し、国営企業の特にペトロブラスでの賄賂と返礼に関わっている政治家100人以上の調査を命じた。ドイツでの第12回 G20 地域首脳会合にて、米国大統領ドナルド・トランプと握手するテメル。2017年7月8日2017年6月26日、テメルは収賄の件で、検事総長、 ロドリゴ・ジャノットによって告訴され、ジャノットは起訴状を連邦最高裁判所に提出した。会員は JBS の税金問題を解決し、融資を促進する見返りに500万ドルを受け取ったという申し立てから生じたこの告訴に氷決を行う必要に迫られた。ただしテメルはロドリゴ・マイヤーの指示を取り付けていた。2017年にテメルは法務大臣を二度交代させた。 連邦警察は、テメルが、司法妨害でも起訴されることを推奨していたが、資金削減で、連邦警察は一部捜査を不完全なまま、作業部会の解散を余儀なくされた。法務大臣、トルクアトジャルジンは、同警察首脳陣の変更を試みるもうまく、いかなかった。一連の立法府の動きは、刑事訴訟法の恩赦と変更に焦点を当てたものとなっている。 2017年6月、テメルの支持率は7%でこれは30年以上に、わたるブラジル大統領の誰よりも低いものだった。同年7月24から26日に、イボペ研究所が実施した調査では、ブラジル人の81%が大統領の基礎を支持した。しかし8月2日、議会の下院議員はスキャンダルに苦慮する大統領に、対する訴訟を、 彼を裁く権限を有する最高裁判所に持ち込まないことを表決した。オブザーバーと国民はテメルを擁護する動きはブラジルの政治や選挙制度への信頼性をさらに損ねるだけだと主張した。さらに10日には最高裁の裁判官が大統領在任中はその司法手続きを停止することを決定したため少なくとも大統領在任中はこの罪で裁かれることは 亡くなった。2019年3月21日、テメルはカーウォッシュ作戦の捜査中に逮捕された。JBS の会長ジョーズ・レイ・バティスタが連邦議会の元会議長、エドアルド・クーニャに対する口止め料を容認していると伝えられるて、メルの記録を密かに捜査員に渡した。テメルはこの権利を否定した。2017年8月22日、テメルは ブラジル北部のパラ州とアマパ州にあるアマゾン川流域の国立保護区を解除する命令を発し400万ヘクタールの土地について民間企業による採掘や農業ビジネスでの森林から田畑への転換を許可した。多方面からの批判を受けてこの命令は9月26日に取り消された。モスクワにてロシアのドミートリ・メドベージェフと握手するテメル。 2017年6月2016年の来日も含め以下の歴報を行っている。テメル大統領政権の約1ヶ月後になる2016年9月のイボペ調査では、ブラジル人の39%が彼の政権を悪いまたはひどいと評価し、14%が素晴らしいまたは良いと評価した。 9月20日から25日にかけて2002人を対象に聞き取り調査は行われ、誤差は2%である。彼の政権が悪いまたは非常に悪いとした、ブラジル人の割合は2018年6月に82%に上昇し、1985年に国家が民主主義に戻って以来、どの大統領よりも多いことがダタフォーリアの調査で示された。テメル夫妻が息子。 ミシェルを連れて、ブラジリアにて2017年の独立記念日パレードに出席した時の写真マロン天インカトリック教会の両親に育てられたテメルは、自身をローマカトリック教会信徒だと公言している。テメルと最初の妻マリアセリアトレドとの間には、ルチアナ、マリステラ、クラリッサ、という3人の娘がいた。テメルはまた、報道記者、エリカ・フェラーズとのエドアルドの父でもある。 現在の妻マルセラ・テデスキーは2002年、パウリニア氏の職員だった王子と共に、ブラジル民衆運動党の年次政治大会に出席し、そこで彼女は43歳年上の政治家、ミシェル・テメルトであった。2003年7月26日に二人は、ささやかな教式で結婚した。この夫婦間には、ミシェル・ジーニョというあだ名で知られる息子ミシェルが、誕生している。以下は、 テメルが受け取った著名な勲章である。ありがとうございます。